タイペス、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 タイペスと。いうことで、このね、英語の発音の練習にふさわしいような名前を持つタイペストというね、組版の仕組みを紹介したいなと。で、これはね、パワフル、アズ、ラテックと、ラテフと、まあ、書いてあるように、ラテックの代替を狙って作られてると。まあね、ラテックっていうのは、相当ね、古臭くなってるからね。で、このね、タイペスト、まあ、いろんなね、便利な機能、モダンな機能があるんだけど、俺が好きなのはさ、このね、タイトリーインテグレーティッドスクリプティングシステムと、まあ、いうところで、この中でね、スクリプト言語を使って動的にコンテンツを生成できると。これがすごい点と。まあね、ラテックにもさ、ルアとの連携とかあるんだけど、あっちはね、ちょっとね、プアなインテグレーションで、それに比べてこっちはね、もともとスクリプト言語との連携をね、考えて作られてあるから、めっちゃね、スムーズに使えると。まあ、いうのはね、大きな点。あとね、もう一つ一番下にね、フレンドリーエラーメッセージすると、まあ、あるんだけどさ、エラーが起こった時のハンドルも、ね、タイペストの方が、まあ、1枚も2枚も上で、どこでエラーが起こったかとか、どんなエラーかというのをね、即座に表示してくれると。まあ、これもね、ラテックにはない点というところで、まあね、今ね、絶賛開発中で、いろいろ足らない点とかさ、かゆいところに手が届かない点とかあるんだけど、まあ、そのうちね、そういうところはね、潰していくでしょうというところでね、これから俺もね、こっちをね、使っていきたいなと、まあ、思うんだけどさ。で、下にね、このね、例があって、この左側のね、このソースコードをコンパイルすると、この右側の、まあ、文章というかさ、PDF が出てくると。で、左側見てもらえばわかるけどさ、まあ、ここにね、数式とかあると思うんだけどさ、タラで囲まれてて、まあ、これをね、やると右側のこれになると。まあ、いうところで、数式のね、書き方とかは、ラテックとはね、ちょっと違うと。まあ、バックスラッシュが全然ないと。まあいう感じなんだけどね。ファイのドットのオルトで、こっち側のファイのね、別の記号が表示されるとか、いう風になってると。まあそういう話で、あとね、この真ん中に、スクリプト言語があって、レッドカウントイコール8ってやると、変数としてカウントが8で初期化されると。で、ここにはね、フィボナッチ数列の値を返す関数を定義してて、こいつらを使って一番下で、この右側の一番下の、フィボナッチ数列のテーブルを作ってると。で、これはさ、動的に作ってるからさ、例えばさ、フィボナッチ数列、8個じゃなくて10個まで表示したいってなった時には、このね、カウントイコール8のところを10にすれば、ね、自動的に変わると。まあ、いうのはね、すごい点だよね。こういうのさ、手書きで、自分で、ね、手入力でやっちゃうと、まあ、そういうのね、できないからね。で、これがすごい点と。まあ、詳しくは、このね、ホームページ見てほしいんだけどさ。で、今回さ、タイペスト、これを使って、なんかね、面白いことできないかなと、まあ思ったんだけどさ。で、せっかくね、スクリプト言語、内部で使えるから、このね、プログラム言語を使って、なんかしたいと。で、今12月じゃん？で、12月にね、言語を使ってね、なんかしたいと。言ったらさ、思いつくのは一つしかないじゃん？これですよ。アドベントオブコードと。で、これはね、みんな知ってるのかな？まあ、知らない人はググってほしいんだけどさ。まあ、毎年ね、12月の1日から25日まで、まあ、クイズがね、毎日出て、それをね、いろんなプログラム言語を使って解くと。まあ、いうね、イベントなんだけどさ。で、これがね、今年の1日目の問題で、こっち側に、ね、PDF を用意してあって、こっち側でね、見ればわかるかなと。で、まあさ、この上に書いてあることはね、まあ本質的じゃないんで全部飛ばして、結局ね、この問題は何かっていうと、こういうね、文字列が与えられたとしましょうと。例えば、1の ABC の2と。で、こんな時に一番左の数字、1と、一番右に出てくる数字、2を組み合わせて、12というね、2桁の数字を作りましょうと。で、同じように2行目も一番左に出てくる3、一番右8で38っていう数字を作りましょうと。3行目も一番左に出てくるのは、まあ、これね、数字たくさん出てくるんだけど、一番左は1じゃん？で、一番右は5ということで15と。一番下がね、ちょっとね、ツイッキーなんだけど、つのもね、7が1つしか出てこないからと。
で、この場合でも一番左の数字は7と、一番右の数字も7ということで、77という数字を作りましょうと。で、そいつらを全部足し合わせると、142になるでしょうと。で、こんな風に、まあね、文字列、何行もあるやつ、与えられた時に、このね、合計を計算して出力しなさいと。いうのが今回の初日の問題と。で、これはさ、まあ、こっち側にね、タイペストがあるんだけどさ、まあ、これはね、タイペストの、まあ、ウェブ上の、まあ、インタラクティブにコーディングができる、まあ、画面なんだけどさ、実はね、今見せた PDF っていうのは、このね、タイペストを使って作られてると。この右側がね、まさにそれで、こんな風に、まあ、いろいろ宣言して、ここでね、関数宣言して、スターっていう関数は、このね、右側でいうところの、この黄色い文字をね、表示するという関数なんだけどさ、まあ、デコレーションしてるというだけ。まあ、こういうのね、宣言しといて、で、ボディで、例えば、スターのね、50スターズという風にやると、ここが黄色になると。まあ、そんな感じで使っていくと。まあ、そういう話。まあ、この辺のさ、こういうね、スターとかは、このね、ウェブ上のさ、こっち側の、ね、こういう黄色いところと、まあ、だから CSS と対応してると。まあ、そういう話なんだけどさ。たださ、このウェブ上だとさ、この黄色いやつってさ、ちょっとね、ぼやって光ってるじゃん？まあ、これはシャドウがね、使われてるんだけど、まあ、それがさ、このね、タイペストでは使えないと。まあ、そのうち、使えるようになるとは思うんだけど、現在はね、使えないんで、今回ね、このスターツのは、ちょっとね、ストロークのね、数を増やして強調してると。いう風にしてやると。で、一番下にさ、まあ、ここか。Your puzzle answer was っていう風に書いてあるでしょ？で、これが一番右側の一番下。まあ、ここか。Your puzzle answer was 0となってると思うんだけど、なんで0が表示されてるかっていうと、このね、answer1 という変数の値をね、出力してんのね。で、それは何ですかっていうと、ここにね、宣言されてるんだけどさ。アンサー1という、ね、変数0を代入してると。だからここにね0が出力されてると。で、今回ね、ここにね、このね、アドベントオブコードの初日の正解を表示したいと。それをスクリプト言語を使ってね、解いていきたいなというのが今回の目的なんだけどさ。で、まあさ、インプットファイルっていうのはさ、あるんだけど、今回ね、もうすでにね、ここにね、入れてあって、インプットのドットの TYP ということで、ね、こういうね、文字列の、まあ、ファイルが、別途用意されてますよ、と。で、これさ、実はさ、ちょっとね、普通のテキストファイルじゃなくて、まあ、ね、シャープのレッドのラインズということで、このラインズというね、変数に、ね、インプットされた文字列が入ってると。まあ、そういう状況にしました、と。つうのも、ここにね、左側のペンに、普通のインプットファイルをね、入れることができなかったんで、と。いうことで、タイプというファイル名にして、こういうふうに lines という変数に入れてやるという状況で、ちょっとね、スタートさせてもらおうかな、と。で、その状況で、まあね、ここにプログラムを書いていく、と。で、まず最初にしなくちゃいけないのは、インポートをしなくちゃいけないんだよね。インポートと。で、ファイルと。で、さっきのファイル名は、input.typ と。まあ、いう話じゃん？で、早速ね、エラーが起こったんだけどさ。ということで、何？まあ、こんな感じで。で、ここがおかしいですよ、というところで、エラーもね、すぐね、ハンドルしてくれると。で、ここはさ、アイテムズという名前なんだけど、変数名が間違ってんだよね、ここね。ちゅうことで、さっき、ラインズにしたのかな、変数名は。で、こういう風にすることで、あそこで定義しちゃった変数、ラインズというのがこっちで使えるようになった、と。じゃ、試しに、まあ、ここにね、アンス1を、ラインズの、で、スプリットの、まあ、なんだろう。バックスラッシュの N か、会議用でスプリットしましょうと。で、まあ、試しにね、じゃあ長さを返してみましょうと。そうするとさ、この右側見てよみんな。1000になったでしょ？さっきはさ、0だったじゃん？
で、なんで線になったかっていうと、今ね、アンサー1に変数に、この値をね、代入したからね。で、さっき見たように、ね、インプット、中に入ってるラインっていうのは、線行あったからさ。ね、長さを返すと線が出て帰ると。まあ、そういう話ということで、うまくね、動いてるんで、これを使ってね、プログラムをね、作っていきましょうと。で、次にやりたいのが、まあなんかね、このさ、1ABC2 というね、文字列が与えられたときに、12っていうね、2桁の数字を返す関数を作りたいなと。で、まあそれをね、定義するのは、レッドで定義して、変数名、つうか関数名か、何にしましょうかと。で、これの関数名って何したらいいんだ ?sum of all the calibration。これか。カリブレーションバリューだな、名前的には。で、これが、まあ、なんか、バルぐらいにしといて、まあ、大文字にしとくか。で、カーリーブにしよっか。カリブバリューにしといて、引数としてはライン、文字列1行取って、これが、2桁の、まあ、数字を返すようにしましょうと。んで、何しようか。D2 を、LINE の文字列の find で、regular expression の一番最初の、数字だから、まあ、D でマッチするよね。これを D2 に代入すると。まあ、これでいいかな。で、もう一つ。一桁目、一番右側。つうのはどうしたらいいかっつうと、一桁目は、で、このままファインドをやると一番左側の最初の数字がマッチしちゃうから、ラインを、まあ、ひっくり返しましょうと。ラインをリバースして、今と同じ処理やると、一番右側の数字がこれで、ね、マッチするでしょうと。で、あとは、この D2 と D1 使って、まあ、int で、まあ、数字になるから、まあ、10倍して、int で D1 と。こうすることで、ね、このカリブ、バリューに、1ABC2 という文字列を入れると、12が返ってくるはずと。あとはこれを使って、まあ、このカリブ、バリューっていうのはね、コピペしとくか。まあ、後で使うからね。で、ここをね、レンじゃなくて、マップにしましょうと。で、これを入れることで、あとは、まあ、サムか。ね、足し算。すれば、どうなる?ほら、54697と。ね、事前に計算してたやつと同じになったでしょ?おー、うまくいったね。まあ、こんな風に、このね、動的にコンテンツを生成するということができるというね、このね、パワー、スクリプティングパワー。みんなわかったかな?多分ね、こっち側のインプットもね、例えばこの辺を1から、まあ、2に変えれば、変わるはずなんだけど。54708になってるよ。54708。まあ、11増えてんのか。ということで、ね。自動的にこっち側のね、数字も変わると。まあ、いう話?これなかなかすごいでしょ。まあね、ラテックとかに慣れてると結構ね、最初は大変なんだけどね。まあ、慣れればそんなにね、難しくないと。で、こういう風にね、スクリプティング言語も使えて、なかなか便利なんで、みんなね、ちょっとね、興味があるなら、実際、まあ、使ってみてくださいと。いうことで、今回はこの辺で。Bye-bye.